ブドウ畑に囲まれたプルカリのワイナリー。手前のブドウ園は自家製のワインに使われる村のブドウ園モルドバワインは東ヨーロッパのモルドバで生産されるワイン。モルドバは2009年現在で124,200トンのワインを生産しており、確立されたワイン産業を有している。ブドウ園の面積は148,500ヘクタールに達し、 そのうちの10万7800ヘクタールが商業生産に利用されている。残りの4万700ヘクタールは自家製のワインを作るために住宅の周りに植えられた村のドウ畑である。多くの家庭は独自のレシピやドウの株を有しており、世代を通して伝承されている。2014年、モルドバは世界第20位のワイン生産国であった。 モルドバの商業生産用ワインのほとんどは輸出用であり、ポーランド、ルーマニア、ロシア、アメリカをはじめとして、毎年6700万本のワインが輸出されている。ワインの日を記念して作られた、モルドバの郵便切手モルドバ北部のナスラブチャ、村近郊で発見された、ブドウ用の化石ビティストゥタニカは、約600万から2500万年前からこの地に、 ブドウの植生があったことを示している。バルバロフカ村の近くで発見されたブドウの種子の後の化石の大きさは紀元前2800年まで遡って、この時期にはすでにこの地でブドウが栽培されていたことを示していた。このドニエストル川とプルト川に挟まれた流域地域のブドウ栽培とワイン生産は社会的、経済的環境が変化していく中で、 交流と水尾を繰り返しながら今日まで生き抜いてきた。紀元前3世紀末には、この地域の住民と古代ギリシャとの間で、紀元107年には、ローマ帝国との間で貿易連携が形成されており、この事実は、ブドウ栽培とワイン製造の著しい発展が強く、影響していることを示している。十四世紀に入り、モルダビア公国が形成された後、十五世紀に入って、 高品質なブドウ品種の輸入とワインの品質向上を推し進めたステファン・3世紀の統治下でドウ栽培は発展し、栄え始め、中世を通じて、特にポーランド、ウクライナ、ロシアへのモルドバの主要な輸出品目の一つであり続けた。1812年のブカレスト条約の後この地域はロシア帝国領の州となり、ワイン産業は再び栄えた。 主な品種は伝統的なもので、ナラ,ラネアグラ、プラバイ、ガルベナ、ジーハーダ、バツタニーグラ、フェティアスカ、アルバ、フェティアスカネアグラ、タマイオアサロマネアスカ、キャベナなど多くの地元のハンガリーワイン、ブルガリアワイン、ギリシャワイン、およびトルコの品種である。この時代には、ブドウ農家は政府の支援を受けながら、1837年には、 ベッサラビアのブドウ園の面積が14000ヘクタールに達し、ワイン生産は1200万リットルに達した。19世紀の後半には、ピノブラン、ピノノワール、ピノグリ、アリゴデ、カベルニソービニオン、ソービニオンブラン、ガメ、ミースカブランのような品種がフランスから新たに導入された。この頃から、モルドバを高級ワイン生産者として有名にしたネーグルデプルカリア。 ロマネスティなどのワインが生産され始めた。19世紀末にフィローキセーラの害を受けたが、1906年には早、継ぎ木によって武道園が回復し始めた。1914年にはベスサラビアは、ロシア帝国内で最大の武道農園面積を誇っていた。両世界大戦は、モルドバの武道栽培とワイン産業に、かなりの損害を与えた。モルドバの武道園の再建は、 ソ連時代の1950年代に始まった。15万ヘクタール以上が10年の間に工作され、1960年の総武道園面積は22万ヘクタールに達した。2006年、ロシアとの外交的衝突により、モルドバ及びジョージア産ワインの禁輸措置が取られ、モルドバのワイン産業に大きな損害を与えた。その後、 モルドバが欧州連合への加盟条約草案に署名する計画を声明として発表した結果、2013年9月に新たな禁輸措置が取られた。モルドバには以下の4つのワイン用ブドウ栽培地域が存在する。最も重要な地域は最南部のエリアで赤のスイートワイン、セミスイートワインに適している。白ワインは高いアルコール度数を誇る。この南部地域には カラクリア、チュマイ、コムラト、チャドルルンガ、バウールチ、コズエック、トマイ、シミシリア等のような小地域を含んでいる。ララネアグラ主要の赤の固有品種モルドバのブドウ栽培は非常に多くの品種があることが特徴である。現在のモルドバでは在来の品種はわずか数種しか残っていない。白品種、シャルドネ、ソービニオンブラン、アリゴテ、ピノグリ、ピノブラン、リースリング、 サバニャン、マスカット、シルバーナー、ミュラー・トゥルガウ、ルカチテリアカ品種、カベルネ・ソー・ビニオン、メルロ、ピノ・ノワール、マルベック、サペラビ、ガメ・細菌の品種、シラー、カベルネ・フラン、ブチベルド、カリニャン、モンテプルチャーノ、セミヨン、トレッピアーノ、および、テンプラニー・リョが条件付きで、使用のために登録されている。ディン・コニャックの伝統的な製法に基づいて、 製造されたモルドバ共和国で特許取得されたブランデーをリビンと名付けている。ミレシティ・ミチ世界最大のワインセラークリコバの国営への定価モルドバのワインコレクションミレシティ・ミチは約200万本のボトルを収蔵し、ギネスブックに世界最大のワインコレクションとして登録されている。総延長は 250km に及び、現在は 120km しか使用されていない。 クリコバのワイナリーには 120km もの広大な地下トンネルネットワークがある。モルドバワインギルドはモルドバの主要な個人ワイナリーによって2007年8月に設立された非営利団体である。ギルドのワイナリーは共同でモルドバワイン総量の1、3以上を輸出している。加盟ワイナリーはモルドバをヨーロッパの主要なワイン生産国の地位に 押し上げたいという願いによって結束している。この目標を成し遂げるために、加盟ワイナリーは共同マーケティングを主導することによって、国際市場で彼らのワインを宣伝し、国際的なワイン貿易について教育し、モルドバについて報道することを共同で行っている。モルドバ、ダイナミクス・オブ・ナーサリービティカルチャー・デベロップメント、フォーザ・ピリオド・スターティング・ウィズ・2 0 0 1 2 0 0 5 2014年3月20日閲覧。httpww.yuractev.com, ヨーロッブスイーストロシアプニシャス、モルドババニングニュース -53394。h t t p w w d c a n t e r c o m ニュース、ワインニュース、584351。ロシア S 版オンマルドブンワインアンフンデド、ハット、ソユリデビータで。 ピカルティベートインモルドバ、ありがとうございます。